商工会議所ナッシュビルはアメリカ合衆国インディアナ州ブラウン郡に位置する町である。2000年現在の国勢調査でこの町は総人口825人である。この町はブラウン郡の郡庁所在地である。この町は多様な特性の小売店に加え芸術家居住地として知られている。ナッシュビルは北緯39度12分11秒。 成形86度14分18秒に位置している。アメリカが州国統計局によると、この町は総面積2.5平方キロメートルである。このうち2.5平方キロメートルが陸地で1.04%が水地域である。2000年現在の国勢調査で、この町は人口825人、375世帯、及び181家族が暮らしている。 人口密度は335.3平方キロメートルである。167.4平方キロメートルの平均的な密度に412件の住宅が建っている。この町の人種的な構成は白人97.09%、アフリカン・アメリカン0.85%、先住民0.85%、アジア0.36%、 太平洋諸島系0.12%、その他の人種0.36%、及び、根結0.36%である。ここの人口の0.61%はヒスパニック、または、ラテン系である。この町内の住民は13.0%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が8.4%、25歳。 以上44歳以下が20.8%、45歳以上64歳以下が25.9%、及び65歳以上が31.9%に、渡っている。中央値年齢は52歳である。女性100人ごとに対して男性は77.0人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は73.4人である。 この町内の世帯ごとの平均的な収入は27,330ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は38,750ベイドルである。男性は3万ベイドルに対して女性は2万5,000ベイドルの平均的な収入がある。この町の一人あたりの収入は2万4,723ベイドルである。人口の16.5%及び、 家族の14.3%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の23.9%及び65歳以上の18.9%は貧困線以下の生活を送っている。ナッシュビルはたくさんの特産品、アンティーク、クラフト及びそれらの取引を店頭で実演する芸術家が働いている。その他の芸術品店とともに、 ユニークなショッピング体験で知られている。その結果として、ナッシュビルは芸術家居住地として見られていて、多くの芸術家はここをコミュニティの本拠地と呼んでいる。展示および販売上の芸術作品は、水彩画、彫刻品、ステンドグラス、ブローングラス、彫刻した家具、カスタムソーシングおよび香水類の一種が含まれる。ありがとうございます。